さてここからゲストをお招きして注目テーについてじっくり深掘りしていきたいと思いますそれでは本日のゲストをご紹介します大和証券のチーフテクニカルアナリスト木野内英二さんです木野内さん今日もよろしくお願いしますさて木野内さんと深掘りしていく本日のテーマはこちらになります NVIDIA から MLCC <laughs> MLCC ってなんだというふうに視聴者の皆さん思っていたいこれ日本勢がものすごく強いんです、ね、そうですねあのこの話は後ほどお話ししますけれども NVIDIA はどうなんですか NVIDIA がですね <laughs> 10%上から下落したから調整局面ですとか言うんですけど <laughs> うん、うん、もうこんなに上がってる株ですからねその10%やそこらはねそれは下がりますよ <laughs> なんですけどちょっと問題があるのはこれ見てくださいこれね13週移動平均線とその プラス50情報会議なんですけども過去見るとそういったところが大体これね一旦のピークになってるんでですよ<ー>で今もうほぼほぼそこまで行ってからの下落ですからこれはねちょっとテクニカルで言うと利食いが入ってきちゃったと。 ここうういいととだ思ますねそういったものがこうしたものにも出てるとこういうことだと思いますね。ただエヌビディアみたいな銘柄って、うん、こうモメンタムとか勢いみたいなところに来てるような銘柄ってこれね勢いをだからねなくすとだめなんですよ次のグラフ見てください、うん、次のグラフはエヌビディアですねこれ週足で見たんですけども2週連続これ陰線に今のところなってるわけなんですね。で陽線だと陽線がこう続きますよもうこれすごく続くんですが陰線だと見てくださいこれ。 なので陰線一回引き始めたらまあ,あの下がっちゃうとまあ怖いっていう人もいますでしょ。 ははいい。まあそういうこと考えるとやっぱりこう調整局面入りなのかななんていうふうに値動きからは思いますよねそうい局面みたいなリズムみたいなものもあったりするものありますありますじゃあ次を見てください次のグラフは今のグラフをですね対数にしたんですけども NVIDIA の株っていうのは安値が10月1月4月ちょっとこうまばらですけども三ヶ月ぐらいのリズムがあるんですねこのリズムからすると一旦これは調整してもおかしくないように思いますよね7月いく クラカが今度ボトムになるって感じしますでしょ。で、あの NVIDIA が調整したら、えー、これ NVIDIA が横ばいだと電力株が上がると。 こんなことがアメリカで起きてるんですね。なるほどこちらの方もまあ三ヶ月リズムなんですけども、えー、まあいわゆるですね、NVIDIA の半導体を買ったら、うんうん、えそれをまあサーバーにしてでデータセンターにこしらえるので、データセンターは電力をたくさん使うから、まあ NVIDIA がお休みでも電力株は上がるでしょうみたいなことがまあ起きるわけですよね。なるほどでこれがね、ちゃんともうこうリバウンドし始めてるんですよ。あなるほどやっぱりねローテーションは始まってるという感じではあるんですね。そ<う>あのさっき、ね

あそうですね、次のねこれ決算発表は8月の23日頃です、ずいぶん先なんですよ。8月23日、うん、そうするとね、7月とちょっとリズムが合わないんですけどね、これね、ちょっと次を見てください、今後問題になるのはおそらくですねこちら、スーパーマイクロコンピューターっていう株だと思います、これはですね、エヌビディアの、えー、半導体を受け取って、それをサーバーにして販売している会社なんでですすねかからら、まあ、ら見たら、まあ、お客さんですね。 でその動きを見るとあの決算発表これ青いですね三角印が決算発表なんですがいついつ決算発表しますよっていうタイミング公表するタイミングで大体いつもガイダンスの引き上げしてるんですよ。よ そうなんですねこんなに株上がってるんでね業績はものすごくいいんで<ー>ガイダンス引き上げ引き上げ引き上げでくるんですけども、あのー、去年のですね、えー、10月あるいは今年の4月はガイダンス引き上げはセットじゃなかったんですよ。ということでこの銘柄は木連れじゃなくて3月6月9月12月締めなんでうん、うん、次の決算発表は8月の8日ぐらい,8 8ぐらいでそれの2週間ぐらい前で7月の19日か22日頃に 8月8日に決算発表しますよってことを正式に公表すると思うんですけどもそのタイミングでガイダンスの引き上げがあればですね、まあ、そのあたりでもうあのじゃあ NVIDIA のお客さんがそんなに儲かってんだったら、うん、NVIDIA も儲かってるに違いないとあなるほどこうなると思いますので、えー、7月の、まあ、20日前後20日お休みだったかな 19, 19日20日ここが注目逆にそうでないとそこからちょっとまたもたもたしちゃうかもわかんないですけどね。あなるほど でそ,うまあ、そういうのが一つで、これはエヌビディアの下手ですね、うん、下流っていうのはお客さんですね、エヌビディアがお客さんの企業っていうのもあるんですよ、こちら見てください、うんえー、台湾の TSMC、はいはい、こちらは今度はエヌビディアの上流ですよね、ここのね、売上見ると10月、1月、4月っていうふうに3か月のリズムがあるんですよ、これ。 あのよく売れてるとこれはね多分ですねエヌビディアにこう委託されて作ってるんですけどうまく作れないんだけれどももうクオーターの最後これエヌビディアの決算期末ですからねクオーターの。もう こんなに作ってくれるって言ったじゃないかよってあ分かりました頑張りますって言って一生懸命作って残業して作ってるんじゃないかなみたいな疲れて感じがちょっとしますよね。<laughs> 大事な相手でこの3か月リズムからしてみるとさっきの株価の3か月リズ,ムリズムがあるのもまあ納得かなとは思うんですよね。あ次ののグラフを見見てくださいで台湾の輸出前年比で見ますと あのアメリカ向け輸出って4月なんて8割も伸びてたんですよ、すごい伸びてたんです、でここにも、ね、やっぱり、ね、1月、4月っていう、ね、リズムがあります、一国の貿易統計がエヌビディアの決算期末に伸びるっていう、ですねこんなことが起きて,てですね<ー>3か月リズムがあるなと思うんですけども、直近、これ、5月分、ありゃ、これアメリカ向け。アメリカ向け 台湾の輸出でこれトータルがこの黄色いやつですねなんですけどもまあ普通、買わないですよアメリカ向けもトータルもところが去年の7月ぐらいからぐーっとこれアメリカ向けだけがすごい伸びてるんです。これね台湾で生産していてい アメリカにしか輸出しないって言ったらセンター半導体周りに違いないじゃないですか、うん、だ多分これがほとんどが AI サーバーっていうことなんですね。ということでこの1月4月にえーよく伸びてるっていうのもえさっきの TSMC なんかの売り上げなんかとも標速が合いますからね。 まあやっぱりなんか3か月リズムがあって、えー、1月4月はものすごい残業なさったんだろうなとで,、まあ、もうでももう,こう5月はねちょっとねまあ右肩上がりだとは思うもののちょっと5月のこのへこみ方は尋常じゃないんでファンダメンタルズ見ても。 ちょっとお休みかもなっていう雰囲気はあるんですよお休みかもなっていうのはもしかするとエヌビディアがってことですかかもしれないですよねなんか生産がうまくいってないとかですが、まあ、ないとは思いますけれどもそういう統計が出てきちゃってるんでエヌビディアの調整っていうのは、まあ、あ,あってしかるべき、まあ、株価も過熱してるしリズムもこれから悪くなるし、うんうん、でマクロメンファンダメンタルズで悪い統計も出てきてるなっていうことなんですね。 ととなるとマーケット全体がもう今まで n b d が n b d が n b d だったのがもしかするとちょっとどこかにスイッチするかもしれないう,ん、そうローテーテションという話ですね。うんうん、で、えー、ちょっとさっきのグラフで言うと、あのー、戻りますかね電力株にい、ね、くかもねっていう雰囲気はあるんですけどがた,、ねうん、ただしこれはアメリカの話で、うん、さっき申し上げたように配当の再投資は今週で終わっちゃうんですよ。終わっちゃう そうすするとと電力株も僕はいいと思ってんですよあの両方とも右肩上がりですから両方ともいいと思うんですけどもまあこのほら日経 CNBC はあのもっとプロの方が見ていらっしゃるから株好きの方がね見ていらっしゃるからもうだから電力株そんなこと言われても知ってるよという話になりますのでね今日はねちょっと別の2なところに行こうと電力でもないバリューでもないこの2のところというのがこの RCC なんですね。 MLCC の輸出というのはああま,あまず MLCC とは MLCC というのはですねあの積層セラミックコンデンサー,えーと英語で言うとマルチレイヤーセラミックキャパシタ,タコンデンサーじゃないですそこキャパシタ,タこれは MLCC で。 まあどういうものかっていうと、まあ、あの特定の周波数の,あの電,力電気だけを通す、うん、こういうようなことなんでハイスピードのです、ね、マシーンっていうのはどうしてもです、ね、ノイズとか雑音が入っちゃうんであの必要な情報だけをちゃんと通すためにです、ね、この MLCC っていうコンデンサーが、まあ、たくさん使われるんですね。たくさんちなみにスマートフォン 5G なんかはたくさんの電波帯使うんで、うんうん、1500個も使うんですよ一つの中で。す <laughs> すごい使われてるんですけどもうん、うん これの伸び輸出の伸びがすごい伸びてんですこれ。これね。本当だ。本当だ。本当だあの二月なんかで言うと、五割ぐらい前年,前年比で伸びたんです。これ赤い線です。赤い線ですね。で,ね、ええ、でこれも見てください。二月十一月八月って。さっきのですね。タイミングはずれますけれども。やっぱり三ヶ月リズムがあるんですよ。どうやら tsmc あいや、えっ、ー、と。 スーパーマイクロコンピューターみたいなところはサーバー作ってるところはこの MLCC みたいな部品はエヌビディアのクオーターの最初の頃にもう買って基板作ってあとはもうチップをはめ込めばいいぞっていうところで TSMC が作ってくれるのを待ってるみたいなねそんな姿が見えますね。ということでこれ実際に AI サーバーの需要が出てきてるみたいなんですよ。 で、えー、でえっとすすね村田製作所あ違います太陽誘電さんのですね決算発表のところではですねうん、うん、AI サーバーは前期から前期っていうのはあの終わった期2024年3月期です、ね、から少しずつ伸びているので今期、今走っているですねうん、うん、下期からは業績に寄与すると見ていますよと AI サーバーでは MLCC はどのようにです、ね、数増えるんですか。 えまあ構成によってかなり差があるので一丸には言えないが MLCC の数はですね従来のサーバーの倍になるという見込みがあるが将来的にはそれ以上に増える可能性もあるとかなりですね普通、今までとは違ってこの AI サーバーになるとインパクトがこの MLCC ってのはあるんだっていう感じ。いう感じ、また MLCC ってここに名前出てますけど村田太陽有電 TDK。TD ね、これはむちゃくちゃ世界シェアを持ってんですよ。そうなんですよね。ものすごいシェア持ってますし、あの安くも高性能でも作れるっていうことです。え、ちなみにですね。あの経済安全保障で、重要特定、特定重要物資ってありますけども、あれの十二物資の中の一つにも入ってんですね。え、はい、もうこれで大事ですということになってます。うんうん、で。 これが3か月おきに伸びて直近、これ減っちゃってるのもさっきの台湾の輸出が減っちゃってるのとちょっと表測が合うんですが次の分っていうのは今週出てきますんでねこれはまたぐっとこう増えてきてるかもしれないなとうう思うんですよなるほど。でそもそもですねこれ見てもらいますと3年に一度これ、増えるんですねね本当だ年に一度んこれねスマートフォンの3年のサイクルと一致するんですよ。 3年ごとにこうやってバンと売れる売れるバンと売れれそうそうそう次のグラフを見てくださいこれがまあよく私言うんですけど、ね、iPhone のです、ね、年間の売り上げあ売り販売台数ですけども2012年に売れました15年に売れました18年に売れました21年に売れましたって3年サイクルでしょこれ<お>で,ですから今年の秋モデルってのは売れる可能性高いんですよ。AI 搭載だから売れるとかなんとかって皆さんおっしゃいますけどねそんなことなくてもう2015年ぐらいから横ばいなんですよ。 横ばいなんだけど次は買い替えの時期が来るということなんですね。ということでこの2024年にアップルの iPhone が売れていやでも、AI、あれ結構本当に 受けるんじゃないんですか。まあ受けるかもわからないですね。<laughs> でもね、AI が受けるだけじゃないですよ。あの 5G っていうのはミリ波っていうのを使うんですけども、ミリ波対応ってのはまだですね、あのアメリカモデルだけなんですよ。プエルコプエルトリコとアメリカモデルだけ。あそうなんですか。あの<う>他の国ではですね、ミリ波は使えてないんです。iPhone は。でも、うん、もうミリ波っていうのは少しずつ始まってますからね。これミリ波が使えるように次の iPhone でなりましたよ。ヨーロッパモデルはまだからアメリカモデルができますよとかオーストラリアモデルとかシンガポールモデルでなりましたよってなったら、この MLCC っていうのは電波対応 たくさん使えば使うほどたくさんの個数が出るんですよ<ー>なのでこれもよしという話なんですねで実際にこれ3年おきにアップル株って高値つけるんですよこれあの今回も高値抜けてきましたでしょマーケットは正直やっと私が言ってた3年サイクルがですねまあ効いてきたってこんな感じがするんですということで前のグラフに戻ってもらいますと、えー、この MLCC がプラスに転じたところっていうのは例えばこの 黄色いのが村田製作所の株価ですけどねこれ結構いい買い場でしょこここれもプラスに転じていい,いい買い場ここもいい買い場とここもいい買い場になってますでしょということでですね MLCC がプラスに転じてきててさらにることだけでもプラスなんですけれどもこれがさらに言うと AI 銘柄の隠れた銘柄ですということになりますしまあさらにさっきもちょっと触れましたけども最近はあの経済安全保障なんか随分こう相場のベースになってるんでね経済安全保障でこれからそのえこういう企業にですねえ補助金出しますよっていう話がまた出てくる可能性は高い項目でもあるんですよね。なんていう話になります。とということで エヌビディアがスローダウンしてきて、えー、じゃあ電力株だなんだっていう話になりがちなんですけどもそれはそれであるんですけどもそれとは別に皆さん気づいていないところで AI の次のグループになるのがこれ、えー、でかつ AI サーバー関連です、うん、次スマートフォンの買い替え関連ですうん、うん、次、えーえーとえー、経済安全保障関連ですと。 こういうふういふにですねトリプルテーマのあー一番集中しているところになるかもしれないんですよ、ね、あの NBA のちょっと勢いちょっと鈍ったなもしかするとちょっとやや短期局面、うん、調整局面かなと思っておられる投資家の方多いはずでその時にあそうか電力だバリューだというふうに思っておられる方多いと思うけれども、うんうん、案外ここは長続きしなくてそういう時にどうしようと思ったとすると。うん こういう M L C C のようなテーマっていうのは割と魅力的な可能性がある,、うんうん、あるっていうことですね。あの電力のところもあのすぐに終わっちゃうと全然思ってないんですよ。僕もあの先ほど申し上げたように電力もエヌビデアも右肩上がり、うんうん、ええー、まあこれは長期的に右肩上がりだと思います。えー、だけど電電力は一回やりましたよ。その北海道電力とかですね。ええ、A I 関連株として皆さんもう認知が広がってますよ。うんうん、ところがこの電子部品株が AI 関連株だってまだそんななな位置づけになってないですよ、うんうん、そういう意味ではあのマニアックな視聴者が多いですねこ,のこちらの番組ではです、ね、<laughs> こういうお話がよくて NVIDIA から MLCC に、まあ、物色がローテーションするっていうこともあるんだとここういういとでした視聴者の皆さん MLCC ぜひ頭に入れてください。ということで今日は大和証券の木下さんでした。